この動画には、以上の要素が含まれています。ご理解の上、視聴してくださいね。はい、毎度、ゆっくり霊夢よ。毎度どうも、ゆっくりさないです。バイキングのつばいです。解説役の達也です。前回船で金属を移送していたところから続きです。あれからは特に何事もなく帰れましたな。あの動く島も帰り道には見なかったものねー。と荷物出さなきゃ。ああ、待って待っております。いや今行くと危ないな。おとなしく商人さんのところからでよかったのでは。せっかく作ったんだし使いたくて。気持ちはわかるけど、あそこに停泊させるのなかなか難しいわよねー。重量で身動き取れないのでしばらくお待ちください。さて、どう置くかな。そこそこ広めだし、適当でも大丈夫よ。とりあえず火事場からかな。こういう壁掛けの工具好き。ああ、作業場って感じがすごいですよね。使うか未定だけど、一応持ってきた石切りも設置。ちょっと石の建築も試したんですけど、人はまた違った荷重というか、屋根を横につなげるみたいなことができないんですよね。ああ、言われてみれば木と石だしね。毎度ながらアップグレード用の設備は置き場に困る。最悪沼地でやってたみたいに上に板を張っておくという手段が。あれはあれでカメラの邪魔に。まあここなら大丈夫そうすけど。あっちは室内が狭かったしねー。うん、溶解炉の置き場って毎回悩むんすよね。炭と鉱石入れの左右のことを考えないとですもんね。最近使ってばかりだったソーセージも補充。アザミを凍結耐性に置いてたけど、20個くらいあるからしばらく持つだろうしね。ある程度減ってきたらまた作ればいいだけですしね。そういや株ばかりと捨てて人参が減ってきたので、最近は焼肉株ソーセージの3品っすな。よし、こんなもんだろう。あ、そういえば海で取ったキチンだっけ。あれも詳しくレシピ見てないわね。これですね。海で早めに見つければ、作りやすい感じっすねー。あとは、うわ、槍あるじゃん。あ、しかもこれ移動速度マイナスのデバフつけれるんだ。うむ、さすがに火力は低めですねー。お、焼けてる焼けてる。面倒くさいけど炭を大量に叩き込むのも案外楽しいわよね。下ごしらえ的な楽しさはあるかもです。そういや、ちょいと焼いてたり炭を補充するついでに、大骨付近のマップを開けてきたんすけど、案外広かったですね。あら、まだ0秒もあったのね。まあ、鉄は十分な在庫があるというか多分余りますよ。
最悪ま体型だけですからね。で、前回の帰り道はこんな感じで。結構博打のルートで通ったもんねー。ここの島とかもそのうち埋めておきたいですけどね。狭そうですけどねー。はてさて、とりあえず鉄弓の材料を取ってきました。上質な木が結構消費するわよねー。草原にしかないですしねー。うん、さすがに今の弓とあんまり変わらんけど。アップグレードすればすぐ抜きそうね。もう鉄も余裕あるし、斧も鍛えるか。金の斧とかでどれくらい変わるかわかりませんけどね。金がどれくらいあるのかとかにもよるわよねー。えっさ、ほいさ。とても重そうですが。鉱石精錬時はあると思うわ。焼いてる間に、こちらに寄ったり。お、いつの間にか子供ができてる。あら、かわいい。2匹いますね。そういや、ソーセージは食べたけど、焼肉って食べるのかな。うん、癒しの空間。あ、ここも微妙に改築したんですね。あの階段登るの遅くって。あとはここもちょっと広くなったのね。出入りは楽な方がいいっすよね。そんなわけで拠点で鉄装備を強化したりして数日。狩人弓も最終強化まで持っていきやした。これでドレイク相手に何発でいけるかしらね。ここを登ると寒くなるかな。もう足元も雪ですからね。あ、寒い。よし、気合い入れて登るか。早速お出ましよ。なかなか面倒な。落ち着いて狙えたもんじゃない。こうなら俺の殿下の砲火を受けてみろ。ああ、山ですよここ。しかも斜面だってのに。ふう、ふう。この軽率な投石により数分ほど捜索。見つかってよかったですけどね。何かと思えば炎上で死んだのか。突然のワンチャン。なんだ、この水晶。壊れないオブジェクトみたいね。壊れそうな外見してますけどねー。お、ドレイクのトロフィーは絵になりそうだ。
おお。良いところに山小屋の跡地が。これを回収して、山の休憩地点にするのもいいですね。今拾うと、ってなんだこりゃ。ひとまず置いておこう。ご丁寧に木材まで固めてあるじゃない。これは使って補強しろと言わんばかりですね。うん。黒曜石鉱脈、こういうのもあるんだ。鎖骨センサーに反応しないってことは、レア系ではないんですね。矢のレシピばっかでしたね。って、道具だな。これはもしや、あれかしら、作業台のアップグレード。ちぃ、木で倒れなかったか。しかし、そろそろお前の判定もわかってきた。ないっしょ。あれも当たるんですね。おお、どんどん来るわね。ほんと慣れましたね。ダメのある槍の投擲みたいなもんすよ。そういう反応するのあんたくらいだわ。お、案の定作業台用のアップグレード品ですね。おお、いいっすねー。トロル装備を強化したがってたもんねー。というわけで、軽く補修して休憩できるように。ひとまず寒さをしのげて休息3くらいにできれば上々よね。とりあえず、これができたら周囲を鎖骨で調べてくるっす。地味に先ほど反応があったんですよね。そうそう、ここから北東方面でね。反応がここらっぽいんすけど。やっぱり音に釣られてくるよな。微妙に戦いやすそうで、避けれないからダメそうね。ドレイクの攻撃って微妙に狙ってないおかげで変なのに当たりますからね。やれやれ。む。お、これか銀の鉱脈。へぇ、結構長細い感じにあるんですね。銅と違って丸々してないから、あんまり取れないかな。あら、鎖骨センサーが止まったわね。どうにも銀鉱脈に一撃入れるのが条件みたいですね。よしよし。またこれを持っておりないとだけどねー。おっと、ドレイクが結構多いっすけど、狼と2種類くらいなんすかね。さあねー、ひとまず来たばかりだし、なんともだわね。そうですね、とりあえず銀が見つかってよかったですよ。じゃま、俺は引き続き掘るとしますか。この後いろいろと見どころさんがあったんですが、録画ファイルが使い物にならなかったので、おじゃんで次に行きます。といったところで、今回はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。またねー。